先線系貨車は、1993年から製作されているガソリン専用の貨車である。日本石油輸送、または日本オイルターミナルが所有する私有貨車で、日本貨物鉄道に車席編入されている。1984年2月ダイヤ改正で、貨物列車の輸送体系が、拠点間直行方式に改められて、以降、貨物列車の運用は行き先別。 二種別に集約する専用列車への転換が進行した。コンテナ列車は従来より国旗5万系や国旗100系などを用いた最高速度時速9 5トル以上の高速貨物列車が主体となったが、タンク車など一般の車扱い貨物に用いられる貨車は依然として最高速度は時速7 5トルにとどまり到達時分の短縮やダイヤを蘇生する際の 懸案事項となっていた。これを受け、専用列車のうち特に占める割合の大きい石油類専用貨物列車の高速化を図る目的で制作されたのが本形式である。タンク車初の高速滑車として開発された本形式は輸送効率と高速走行とを両立させた形式として制作されている。 FT21 系台車車体の基本構造は、多機43000系のフレームレス構造を踏襲したが、本形式では車高を下げて、タンク体の形状を変更し、昇降はしごタンク上部の踏み板は軽量化のため、アルミニウム合金を使用した。タンク体が大型化したため、車両限界に抵触しないよう手すり高さを低く、している。以上の仕様変更によって荷重は多機43000。 軽の43トンから45トンに増大した。台車は古機100系の FT1 型を基本とし、車高を下げるため直径 810mm の小型車輪を用いた FT21 型を採用した。403番以降には台車側面に補強板のない改良された FT21A が採用されている。 最高速度は、従来車両の時速7 5トルから時速9 5トルに向上している。軸重は15トンのままで、運用線区は限定される。外部塗職は所有者によって異なり、車体体や表記類の有無で一家のパターンが存在する。日本石油輸送所有の車両は、多機43000系243000番台の、 後期車と同一のグリーンとグレーの二色塗り分けとされた。JXTG エネルギーの輸送所と製油所の間で使用される一部車両についてはタンク帯右側に同社のエネオスブランドマークとエコレールマークの表記が施されており、アメリカ空軍横田基地のジェット燃料輸送に使用されている車両は積載物を表す米軍表記が施されている。 日本オイルターミナル所有の車両は、同社伝統の青15号で塗装されている。初期の車両は、スカイブルーと銀色の帯を入れていたが、2004年から2005年製の643から676は多き43,000系、多き44,000型と同様の青単色塗装で、導入されるようになり、2006年度以降製作の693から7 5には、 同社の40周年記念として、カラフルな矢羽根をあしらったステッカーを車体に重付していたが、いずれも後年の検査時に順次青単色塗装に変更されて消滅している。2000年に日本オイルターミナル所有の338の347の重量が日本石油輸送に移籍し、全般検査まで旧車門部分の上に新車門を重付する暫定措置を施された。 2007年以降も同様の遺跡車両が発生し、それらも検査時の再塗装まで暫定的に車門の張り替えが行われている。2019年6月までに978両が製造され、日本オイルターミナルと日本石油輸送の両社が従来用いてきた、多機9900系、多機35000型などの35トン石タンク車、安全性は高いが、 積載効率に劣る滝38000型や滝4万系老朽化した滝4万3000系の43トン積車両を順次置き換えている。なお、滝4万3000系の廃車は進行しているものの燃料輸送の車用化で余剰車が発生しているため平成29年以降の新造は行われていなかったが令和元年に重量が新造されている。名古屋地区から 東北地区で石油専用列車に使用され、線区によっては本形式のみの編成や古機100系、古機200型との根結で蘇生された最高速度時速 95km の高速貨物列車にて運転されている。日本オイルターミナルでは本形式のみで蘇生された高速貨物列車の愛称をスーパーオイルエクスプレスと命名している。ありがとうございます。